イスラエル空軍第113飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で、R-64D、D サーラフ攻撃ヘリコプターを集中運用している飛行隊である。別名としてワスプスコードロン、またはホーネットスコードロンとも呼ばれる。第113飛行隊は、1955年10月4日に、イスラエル空軍で、ウーラガン戦闘機を運用する最初の飛行隊として、 初オール空軍基地で編成された。編成時のウーラガンは24機で、いずれもフランス軍から譲り受けた中古機であった。興味深いことに、これらのウーラガンには、現在の第113飛行隊と似たスズメバチを模した舞台マークが描かれていた。編成時の司令官は、第一次中東戦争当時から戦闘機パイロットとして活躍してきたベニーペレドであった。 これらのウーラガンは配備直後は、銀塗装であったが、イスラエル空軍の他の飛行隊により、新しいミステール 4A の導入の始まった1956年4月以降、ウーラガンは、大地攻撃任務を主体とする運用思想から、ダークブルーとブラウンの迷彩塗装が施されるようになった。1956年4月12日には、第113飛行隊のウーラガンが、ネゲブ上空で、 エジプト空軍所属の2機のデハビランドバンパイアを撃墜し、これが第113飛行隊の初の撃墜記録となった。同年10月の第二次中東戦争では、第113飛行隊のウーラガンは、エジプト軍地上部隊の多数の軍用車両、装甲車両を破壊し、また空中戦で、バンパイアやナス -15 をも撃墜した。また、エジプト海軍の駆逐艦。 イブラヒムアルイコールアワルへの攻撃を行い、これの六角にも一役買った。第二次中東戦争でのウーラガンの損失は、対空砲火による2機のみであった。第二次中東戦争後も、第113飛行隊は引き続きウーラガンの運用、および追加配備を続けた。1967年の第三次中東戦争の時点では、イスラエル空軍でウラガンの運用を続けていたのは、 第107飛行隊と第113飛行隊の2個飛行隊のみとなっていた。この戦争でもウーラガン、ミステールは対地攻撃で大きな戦果を上げた。第3次中東戦争での第113飛行隊の損失は発揮であった。第3次中東戦争の後、ウーラガンを運用していたもう一つの飛行隊である第107飛行隊が第113飛行隊に合流した。 この後、消耗戦争期間にも、第113飛行隊は、ウーラガンの運用を続けていたが、1968年3月21日の、ヨルダン上空での作戦では2機のウーラガンを失い、1970年夏頃からは、ウーラガンの作戦投入は見合わされるようになった。1972年11月から第113。 飛行隊にミラージュ3を発展させた新型のネシェルの配備が始まり、1973年1月にウーラガンは退役した。これにより、第113飛行隊は、第144飛行隊と同じくね、シェルの単一配備が行われた飛行隊となった。1973年の第4次中東戦争では、第113飛行隊のネシェルは、 合計58機の敵航空機を撃墜し、空戦での損失はなかった。1976年になると、第113飛行隊のネシェルは同じく IAI で、開発された新型のクフィルシー1への更新が開始され、第113飛行隊は、クフィルシー1を運用する2番目の飛行隊となった。1977年11月9日には、 レバノンでの PLO 拠点への対地攻撃が第113飛行隊のクフィル C1 により行われ、これはクフィルによる初めての対地攻撃作戦となった。同年11月21日にはイスラエルへの歴史的訪問を果たしたエジプトのサダト大統領の帰国を第113飛行隊の4機のクフィルが護衛した。1979年には 第113飛行隊のクフィル C1 は改良型のクフィル C2 に更新された。クフィル C2 は1982年6月のガリラヤの平和作戦に投入され、シリア軍の対空ミサイルサイト制圧においてその戦路を発揮した。第113飛行隊は、この後クフィル C2 からクフィル C7 への更新は行われず、1985年に一旦解散した。 1990年9月になり、第113飛行隊は新たに導入された、アメリカ製の R-64 エペテン、攻撃ヘリコプターを集中運用する飛行隊として、ラモン空軍基地で再編成された。当初18機の R-64 が配備され、1993年9月に7機が追加配備され、運用数は25機となった。2005年に、 第113飛行隊の R-64A は、新型の R-64D、サーラフに更新され、R-64A は、第190飛行隊に移管された。2018年2月に、シリア領内から離陸した、イラン製の無人攻撃機サーエゲが、イスラエル領内に侵入した。サーエゲは、第113飛行隊の R-64D によって撃墜され、 イスラエルのネタニヤフ首相はイランを非難する声明を発表した。この無人機はアメリカ製の無人偵察機 RQ-170 センチネルを2011年にイランが旅客し、これをもとにコピー生産した機種であった。ありがとうございます。